伊手座の満月に向けて注意すること。6月4日12時42分から伊手座の満月になります。この伊手座の満月をより良い状態で迎えるために注意すべき点がいくつかあるのでお伝えをしていきます。ぜひ大切な方にはシェアなどをして後から見返せるようにぜひ保存してくださいね。まず注意するポイントの一つ目は、自由な発想や自由な行動ができないということ。伊手座は自由をこよなく愛する星座です。そのため自由な発想ができない、自由に行動ができないということはストレスがたまり運気がダウンしてしまいますので、ぜひ注意をしていきましょう。2つ目は、安定思考に陥り未知なる世界に足を踏み入れられない。伊手座は好奇心旺盛な星座です。そのため未知なる世界への興味や関心が薄れてしまっている状態ですと刺激が足りずパワーダウンしてしまいますので注意をしましょう。3つ目は、細かいことにとらわれてしまう。スケールの大きさや大らかさが伊手座本来の持ち味になっています。そのため細かいことにとらわれて小さくなってしまったり、自ら型にはめようとしてしまったり、周りから型にはめられようとしてしまうと自分の良さが損なわれてマイナスなポイントになってしまいます。その点も注意していきましょう。伊手座は十二星座の中でも楽天的でポジティブな星座です。持ち前の自由な心とスケールの大きさを忘れずに自己成長、発展、拡大をしていくためにぜひこの満月を生かしていってくださいね。伊手座満月のパワーを最大限に生かして運気上げ上げでいきましょう。